瀬戸康史の動画。妖怪ウォッチプリン。レビュー動画でまさかの流血しちゃったよ。美味しい。これ蓋を開けるのがやっぱりすごく大変なので、で上に iMac 乗っちゃうわけだから、もう中の USB 端子2つがね、すげえ引っかかるのよ。キーボードの有線だけを刺すから、1個余っちゃうんだよね。それがなんか引っかかっちゃうんだよね。なんか使えてない感じがしてさ。最初のギズモードの機種で見た時から、いやこの中の USB は絶対おかしいだろって思ったの。外付けハードだってたまには外すでしょ。だってなんで外付けに入れるかって言ったら、だって外に持っていくから外付けなんだからね。ずっと中に入れっぱなしの外付けってさ、もうだってここ閉じられちゃうから、開けないとどうしようもないんだよ。そこが気になってる。もうそれもでも買う前から分かってたことだから、もういいわ。それでは後半戦、参りましょう。今回は、この、モニターメイトプロを設置して参ります。の前にちょっと掃除します。こっち来てもらおう。あ、この状態で重いの持つのやばい。これ腰来るよね。これ一番腰やる持ち方だよね。後ろの紐はピンピンになってる。後ろ紐はピンピンに。いや、ここ汚くてさ、掃除したかったのよ、ここ。でだ、まず何をするかというとですな、こっち向いてもらおうか。まず、こいつの中を開けてですね、また開けんのか。開けて、事前に挿しておくものを挿しておきます。AC アダプター、USB ケーブル、これ iMac と繋ぐやつです。いやー、なんかね、不安なのよ。不安が頭をよぎるのよ。なんだかんだ言って2010年から私ね、商品開封レビューやってますから、知識は増えてないけどね、なんかこの動画、こういう感じなんじゃないかなっていう変な予感はね、するのよ。なんかこう、作りがね、甘いのよ。と刺しましたけど、刺したものを、ここのね、こう丸くなってるでしょ。こっからケーブルを逃がします。はい、今のところこんな感じになってます。こうやってニョロニョロって言って、こっから逃がさなきゃいけないから。こいつが若干暴れてるんで、ね、こいつをなんとかここに留めて、上蓋閉めなきゃいけないですね。ここでまず蓋を閉めます。蓋閉まるかな。この難しいのはまたここで、このケーブルをやりつつやんなきゃいけないでしょ、これ。ケーブル噛んじゃうの、ケーブル噛んじゃうの。はい。あとは、これガッてやるんだけど、使わなくなった、チーロ、モバイルバッテリーね。ライトついちゃって。こんぐらい大変なんで。開けたくない、俺は。もう開けたくない。また iMac 下ろして、これ出して、こっから、なんか、やってこう、やるなんか、もう無理。キーボード引っ張ったのがスポッて抜けちゃったら、また刺すの大変だから。開けなきゃいけないから。気をつけよう。では、行きましょう。まずは、こいつを設置しなきゃいけないね。本当にお前30キロ?お前30キロいける?これ上乗っけちゃえばいいんだね。うわー、血が、血がつきました。私の血です。血液です。下はねゴム足だからね、意外とちゃんと滑ることはないです。いきます、せーの、えいだ、乗った。でキーボードが、あーキーボードこう来ちゃうのか。あれ、そっか、あーキーボードがね、これこう座ってさ、ここまでしか来ない。ここまでしか。キーボードが。こっから奥から入ってギューンって来てるから、キーボードはこれ iMac の後ろでよかったな。受けた。キーボードはね、俺結構こう机の上でガーって動かすから、iMac に直で刺します。次は、この横から出てる USB ケーブルを、iMac の後ろの USB に繋ぎます。これあんまり抜き刺すものじゃないからね。最初だけ頑張って刺します。で、キーボードもそんなに抜き差しするもんじゃないので iMac に挿します。で、この下のモニターメイトを機能させるために AC アダプターをこの、タップに挿します。あーでもそうか、ここタップってね、スイッチがね結構カチ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 切り替えられちゃうんですよ。なのでカチ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 切り替えられるところにこのモニターメイトの AC アダプター挿しちゃうと、万が一カチって切っちゃったらこれやばいよね。例えば外付けのね、ハードディスクから、データを取り込んでいる時にカチッてやっちゃったとかっていう危険があるから、これは本当にコンセントにずっと差しっぱがいいな。とりあえず今仮で電源入れました。というわけで完成しました。瀬戸康史の動画。はいはい、アクション。設置して、4日目です。
前が、撮影したのが15日撮影だったので今日18日になりました。なので、4日目です。5、6、7、8、4日目、結構使いましたよ。でですね、今回は、このモニターメイトプロステーション3 iMac 史上最強ディスプレイスタンドと呼ばれたこのスタンドが本当に良かったのかどうか、良かったところ、そして良くなかったところ、そしてまとめという風にお話ししていきたいと思います。まず良かったところ、まずですね、マイクロ SD カードが刺さるようになったことですね。この iMac にはもともとマイクロ SD カード刺さらないので、それが刺さるようになったっていうのはね、すごくいいと思います。そしてですね、僕当初やりづらいって言ってたこの背面のね、 iMac の背面の USB がここのサイドに来たので、こういう風にね、横で刺せるようになって、多少、前の iMac の時よりは便利になりました。はい、そしてですね、僕が普段使っているこのね、外付けハードディスク、これは 2TB の格薄ってやつなんですけれども、こういうね、バスパワーで動作する外付けハードディスク、こいつも横に挿してみたんですけど、普通に使いました。グッ。 SD カードスロットなんですけど、ここ前面に来て使いやすくなったはいいんですけど、この iMac にもともと付いてる SD カードスロットと速度の差ってあるのかなと思ってちょっと調べてみました。4.3GB の動画ファイルを SD カードから転送してみたところ、iMac だと1分30秒で、モニターメイトから同じファイルをやったら1分41秒かかりました。なので、まあ誤差の範囲って言っていいのかな、ちょっとモニターメイトの方が遅いのかな、でもまあ、倍ぐらい差が開くみたいな、そういうことはなかったので、まあ、普通にこの前面の SD カードスロット使います。はい、続いては良くないところを言っていきますよ。まずはですね、もう買う前から分かってはいたことなんですが、このね、モニターの高さが上がるってことですね。僕はなんでこれ後ろにテーブルにこれ iMac ガンって下げて置いてるかっていうと、ここにあるとね、首が疲れるんですよ。首が疲れちゃうので、奥にここのスペースも広く使いたいし、モニターも下げたいっていうことで、後ろに低いテーブルを1個置くっていうね。これだとね、すげえやりやすいんですよ。ちょうどね、視線がこうやって首が疲れないような首の角度になるんですよね。だから良かったんだけど、それがちょっと戻っちゃったっていう、これ高さが上がっちゃったので、それがちょっとね、良くなかったなというのが1個目。そして2つ目なんですけど、このね、下のスペース、これもともとそのキーボードを入れることができるよっていうね、例えばここにあった場合、ここにあった場合はこうキーボードをしまっておけるとかっていうことらしいんだけど、僕は後ろにやっちゃったんで、使うあれがないっていうのが残念。そしてですね、このモニターメイトをつけることによって、この後ろの端子が全部前の方に出てくるっていう話だったんですけど、ヘッドホン端子はついてません。なのでね、この辺にヘッドホン端子来てくれたらさ、ちょうどこういう短いイヤホンでも届くことができたんだけど、こいつ後ろに回すとね、やっぱ遠いのよ。ピーンって伸びちゃって、それがね、不便だったから、ヘッドホン端子もあったらよかったなと思いました。そして、良くない点でね、僕一番ちょっとショッキングだったのが、ちょっとこれとある事件が起きたので、それをちょっとご覧いただきましょう。どうぞ。もうちょっと嫌なんですけど、この商品モニターメイト今ね、こいつね、ソニーの MV1 のマイクロ SD をここに入れようとしたんですけど、こうわかるかな、入っちゃったのよ、なんかこれどうすんの、これもう出せない、これ。うわ、もうなんかガリ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 すんのよ、ここの SD カード入れ。コンパクトフラッシュは使ってないけど、 SD カードとマイクロ SD カードの時入れる時にガリ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 しててさ、なんか嫌な予感はしてたのよ。これどうすんの、これ反応もしてないし、なんかスッて入っちゃったのよ。なんか多分入れるところがずれたんだろうね。これはまずいよ、どうすんのよ。これピンセットでちょっと頑張るけどさ、勘弁してよ。やったやった、今やっとね、ピンセットで取り出すことができて、普通に挿したんだけど、これ今ね、普通に挿して読み込んでる状態です。読み込んでる状態なんですが、この状態もね、不満なんですけど、これ正面からちょっと見ると影になっちゃうんだけど、ちょっと左右の隙間がずれてるじゃん。これがもうすげえ嫌なのよ。やっぱこのね、端子類、この筐体の中に隠れている端子の部分がちょっと貧弱なんですよね。これは僕が昔ですね、不具合があった、ハイパージュースに関しても同じでした。外から見るとね、かっこよく見えるんだけど、中のね、ちゃんと使っていくとね、端子とかがね、こうなんかしょぼいのよ。あー、もう使いづらいじゃん、この SD カードスロット。はい、いかがでしたでしょうか。ね、マイクロ SD のスロット、SD のスロットもそうですけど、しょぼい。
あのいいやつっていうのはそのカチッてなったりとかさ、このクリック感があったりとか、この iMac のサクってこのアルミ削り出しのそのスペースの中にメモリーカードを入れるときあのサッっていうサクっていう感じあるじゃないですか。 iMac はいいんだけど、このモニターメイトプロはね、やっぱなんか寸法が細かいところでずれてるんだよね。中に差し込んだ時もなんかぴったりじゃない、ぴったりじゃないから、マイクロ SD 入れた時にスポンスポンって引っかかりもなくコロンって中入っちゃったの。いやそれないでしょと思ってね。もうこれ最悪のデメリットです。せっかくマイクロ SD 使えるようになったと思ったのに、もうそんなことあったら怖くて使えないじゃん。だって詰まっちゃったらもう終わりだからね。それでなんとかピンセットで取り出しましたけど、もうこれはね非常に残念、非常に残念です。なんつうんだろうね、あのすごいかっこいいファッションしてんだけど、一個だけなんか変なのついちゃってるみたいな、